皆さんこんにちは。奈良先端大分子複合系化学研究室秘書の増田です。今日はこの研究室でどのような研究が行われているか先生方にインタビューしていきたいと思います。まずは教授の上久保先生お願いします。うちの研究室ではタンパク質っていう物質を研究してるんですよ。でタンパク質って生き物が生きるために使ってる物質なんですけど、ものすごく綺麗な構造をしてるんです。で僕らはその構造を調べたりその性質を調べたりっていうのをして、それを研究の生業にしてるって感じですね。研究に対するモチベーションは、最近僕興味持ってるのがこの髪の毛とかこの雲の糸、これも実はタンパク質でできてるんですけど、やっぱりものすごい綺麗な構造でできてるんです。だけどこの構造をどうやってできてるか全然分かってなくて、それ調べるみたいなのが今一番面白いなと思ってるんです。で、モチベーションですけど、やっぱり知らないこと、人が知らないことを理解して自分ができるようになったら楽しいなみたいなのが研究のモチベーションかなと思います。お願いします。私の研究は構造生物です。構造生物というのはタンパク質の形を決めて、その形から生命現象を理解します。私は特に疾患病気に関わるタンパク質の構造研究をに興味を持って行っています。お願いします。はい、私はタンパク質の構造であったり機能、そういったものがどうやって実現されているのかというのを研究しています。特にタンパク質同士が相互作用し合って支えている生命機能、そういうものを理解するためにタンパク質とタンパク質の相互作用というものがどういう分子機構で実現されているのかに注目して研究をしています。クモの糸を構成するフィブロインなどの構造タンパク質は自己組織化によって高次の構造体を形成します。我々はその形成過程やできたものの物性について研究し、将来的には高い機能を有する材料の開発につながることを期待しています。また生体内でも重要とされている液液相分離現象に着目して、液滴の形成機構や制御するための方法についても取り組んでいます。これらの目に見える構造体に対して物性評価や構造の特徴を明らかにするためには、さまざまな空間スケールで現象を捉えることが必要です。本研究室では散乱、解説、分光、顕微鏡などさまざまな装置を取り揃えています。これらの装置を駆使して多様な物性構造評価を行うことで、一つの現象に対して多角的に理解することを努めています。学生はスタッフと連携して実験を進めたり、またディスカッションを積み重ねることで一つの研究テーマを実行し、現象の解明や材料開発の一端を担っています。また日々の研究のみならず、さまざまな行事を通じて学生同士やスタッフとも交流を深めております。皆さんも分子複合系化学研究室で有意義な研究生活を過ごしてみませんか？